はい、レオンチャンネルです。ここ最近はウルトラマンアーツはいつだって即完売、一般販売もプレ版も関係なくて本当に個数が少ないのかな。そんなわけで Z さんのデルタライズクロー、なんと今回は16時とか11時じゃなくて18時スタートで、社会人や学生さんも買いやすい時間になってると思いますから、ちょうど18時になった、ポチってこう更新。わーやべー、買えないじゃん。久々に見た。え、ここ最近 CSM とかさ、他のレアアイテムでもなかなかこの赤文字見なかったっすね。サバ落ち、お久しぶりです。すげえわ、ウルトラマンアーツ。お、嘘だ、18時で今00分っすよ。これまたエラーじゃないの。嘘だ、みんな僕を騙そうとしている。M みたいな。どうせ今エラーでしょ。まだだって18時00分ですよ。嘘だろ。ちょっと待って、アプリで買うか。アプリも動くか。アプリ動く。あ、アプリ動くじゃん。ちょ、待って。パソコン動かないけどアプリ動くわ。え、在庫がありません。嘘。これちょっとあれじゃない？ああ、いた。ほら、予約ボタン出てるじゃん。ちょっとこれ、2分完売とかだったら、あれっすよ。あー、ママーま、逆にママー今、買えないよママーって言おうと思ったらカート入った。よし、よかった。待って、アプリもさ、在庫切れになってんだけど。やべえぞ、デルタライズクロー。なんでそんな人気？でもね、アプリもね、買えるようになってる。あ、動く。今ね、18時3分。え、これでも秒でなくなるやつだな。オッケー、これで1個、確保できました。え、確保できたよね。うじゃん、勝手にカートから削除するんじゃない。どういうこと。あ、じゃあ、入ってる。ああ、入ってる、危ねえ。よかった。ってことで、レオンチャンネル SH フィギュアーツウルトラマン Z デルタライズクローをカードに入れることができました。ちょっとポチるのは時間かかりそう。そう。これあとさ、もう一個、金曜日に受注開始になった SH フィギュアーツ新骨頂のクーガーライジングアルティメット。これ、買えたんですかっていう風に、昨日すごいリップ、動画にコメントがあったので、僕これ、金曜日は別の撮影の仕事があったので、これは出先からポチったんですよ。あのサバ落ちとかせずに普通に買えたから、あ、そういえば報告してなかったなと思って、昨日の夜に買えたんですよ、ポチってますよ、安心してくださいみたいな感じでツイートしたら、なんすか煽ってんすかみたいなコメントが半分ぐらいついてなんか、なんでみんなそんなヒリヒリしてんの、ピリピリしてんのと思ったら、これあれなんだってね、金曜日の2時間ぐらい完売してたらしくって、結構欲しい人が買えなかったんだって。なんで、このライジングアルティメット界はヒリついてたらしくって、僕それ全然知らなくってさ、煽ってんすか、どういうつもりすかみたいな感じで、めっちゃみんな、え、怖っと思って、だから一応念のため、その、煽ってるっていう風に受け取られるのも怖かったから、嫌だったから、消したんだけど、ツイート。まあなんで、一応僕は普通に買えたので、またこれは到着したらね、レビューしたいと思いますが、ちょうどね、これ現地で、魂ネーション東京でオープン前にまた撮らせていただける機会があったので、またそれは後日動画出しますけど、あとは今日13時から、衝動 X のイマジンズ稼働アクションフィギュアが、イマジンズ4人が一気に商品化されて、これプレ版限定ですね。で、2キャラずつ、モモ、キンとウラ、リュウの2キャラに分かれております。てかもうワンセットで8000円でよかったんじゃないかなと思うけど、1個4620円、2個で9000円か。結構するね。てか高くない？騒動の番外編とかもそうだけどさ、不意に金額するよね。だって、衝動 X だからそんな大きくないでしょ？全高10センチとかだもんね。まあまあするね。まあ一応これもポチったんで、ライダー系は一般販売されたって感じですね。で、今なんだかんだでおしゃべりしてたら、18時8分になりましたが、もうひょっとしたらないんじゃない？
うわーすげーすげー、5分ぐらいかな。10分持たなかったね。あ、カート動くようになったからポチッとこう。はい、レオンチャンネル SH フィギュア2ウルトラマン Z デルタライズクロー、ポチりました。デラックス玩具と違ってアーツってことで在庫復活あるかどうかわかりませんけど、とりあえず一応リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。